アンクムは、ドイツ連邦共和国にーダーザク先週、オスナブリュック軍北部のダムトゲマインでベルゼンブリュックを構成する町村である。アンクムは、オスナブリュックの北約 35km、トイトブリュックの森北部イコールビーエン山地、自然公園北部の森に覆われた丘陵地に位置している。アンクムは、北は欠点寒布及びノルトルプ、 東はベルゼンブリュック及びアルフハウゼン、南はブラームシェ、西はメルゼン及びエッガーミューレンと境を接している。アンクムは歴史的な市場長であり、かつては主に食古類、現在も家畜の取引が行われている。アンクム町内グルムフェルトに残る巨石墳墓、フリードリヒビルヘルムブルフとボルフガングシュリューターによって2000年から作成された目録は、 オスナブリュック氏及びオスナブリュック軍の考古学的文化財に関する概要を示している。この他にベルゼンブリュック軍の戦士時代及び古代の文化遺産のリストとしてはヨハネス・ハインリヒ・ミュラーのハノーファー州の石像文化財及び埋蔵文化財、納骨墓地、出土品及び発見品の一覧、ビルヘルム・ハルデベックによる1902年の ベルゼンブリック軍の戦士時代及び古代の埋蔵、石像文化財、埋葬地、納骨墓地、防衛施設、環状土お及び入植地の一覧及び描写、ドルフ元前の1961年にタイプライターで記述され、マールブルク大学に提出された学位論文がある。紀元前3500年から紀元前2800年に造営されたアンクム地方の巨石墳墓は、 新石器時代にこの地域で定住が行われていたことを証明している。アンイコールドゥルヒホルンの墓地はドゥルヒホルン地区の近くにある。北部ゲルマン人は6世紀にザクセン人に追われ、この地域はガウに分割された。2009年8月、アンクムのキルヒブルクの環状壁北部で行われた考古学的発掘はこれまでで最も古い出土品として、 丸いスタンプで装飾され、彩色を施された、バードルファー陶器に習った、陶製容器の破片が発見された。これは9世紀から10世紀の移行期に属すフンネシャンス、陶器に分類されており、ピングスドルファー陶器の先駆けとされている。ラインラントから、オスナブリュッカーノルトラントに輸入された製品の発見は、この時代のキルヒブルクに、 裕福な所有者の集落があったことを推測させる。環状壁の北西部すぐ外側にある発掘区画1は中世の縦穴式住居跡であると判明し、鉄加工による手工業が行われていたことが示唆された。アンクムはイングヘムという表記で皇帝夫2世の977年の特許上に初めて文献に記録されている。 皇帝夫一世の九百四十八年七月十四日の文書にあるハッサガーベのタンハイム集落という地名がアンクムを指しているという説が時々唱えられるが文献学者の多くはこの説を採用しておらず有力な根拠によってこれを否定しているヘルマン・ハルトマンは九百四十八年の資料からアンクムにビッドキンとの相続量があったと推測したこの書量は夫一世から 母親の聖マティルデに送られた。マティルデは、ハイン・リヒ一世王の二番目の妻であり、ビドキントの子孫たる、ザクセン博、ディートリヒの娘である。彼女は947年に、おそらくビドキントの病所であるエンガーに、修道院を設立した。ハルトマンは1878年に、アンクムの母教会がビドキント、またはその後継者の創設に由来するという仮説を、 完全に支持した。マティルデとビドキントとの血縁関係は、ザクセンの変連視聴者コルバイのビドキントが表した。デスジェステ・サクスニッキー及び、ビータ・マシルデス・レギナイ・アンティック・イーヤによる。オスナブリュック司教、アルベリヒト前述の特許上に、名前が挙げられたヘレジスのおじにあたるベイリンブレヒトの、間で結ばれた1037年から1052年の協定には、 アンクムの記載はないものの、後で言及する1239年、1240年の死境量目録を考慮すると、11世紀半ばには、すでにアンクムは、オスナブリュッカーノルトラントの死境領に属していたと推測される。1169年、アンクムは、パロチア,アンカム、または、エケレジア,アンカムとして、初めて明記されている。ダーレン博。ハク ハインリヒの1188年の書領録にはタムカムに2つの書領が記載されている。これはおそらくハクの母親でヘドビヒホン・ラーベンスベルクからの相続料であると思われる。彼女はカルベラーゲハク家出身の夫を一世の妹であり、この書領はラーベンスベルクハクの給料が夫一世、ヘドビヒを経由してハインリヒに相続されたものと考えられる。 1231年、ラーベンスベルク博夫2世は、ベルゼンブリュックの首都会女子修道院創設にあたり、アンクムの土地を寄進した。オスナブリュック司教、アドルフ・フォン・テックレンブルュックの1221年の文書から、アンクム女裁長区と共に、聖堂カントライが贈与されたことがわかる。1239年から1240年頃の、レジストラム・ベノーラム・メンサイ・ピスカピリーズ。 オスナブラゲンシスは、地教領の詳細について列記しており、その中にキュウリー・アンカムが含まれている。アンクムは1225年のディプロマ・ヘンライシー、レジス・ロマン・ネコグラビー・ティバス・イングルバートエピソード2、オスナブリュッカーラントに8つある領主のご裁判所、所在地の一つと記述されている。アンクムはやがて、 おおむねオスナブリュッカーのルトラント北部にあたるバルンガウの不況の中心地という評価を得ていった。最初の洗礼教会創設の原型はおそらく川の下流十分の一税がかからない工作地や1239年、1240年の市境領大町によれば水車を有する村長農場があった。 ここは、オスナブリュックから北西に向かう街道と来年から、クバー・ケンブリュックへ通じる道が交差する場所であったと、推定されている。アンクムの村長農場は、北西は、エッカー水車とクバー・ケンブリュッカー通りとの間にあった、大乗交差口、ネイレー越生を有するデーペベーク、ギックスマン、ヘイファーマンといった、農民保有地群、南東は、オスナブリュッカー通りに面し、 アンクマーエッシュを有するハックマン、ブーブリンクマン、ビンブリンクマン農民保有地群と境を接していた。これらの農場群はそれぞれ独立した集落であったと推測されている。これら三つの農場群は境界集落によって融合し、それぞれの工作地に囲まれていた村を形成していった。キルヒホーフ集落は明らかに防衛施設として利用されていた。それは、 1340年頃にプリープグナキアラム、アンセムと記したベーベリング豊富の年代記の著者には、来たるべきオスナブリュック主教との戦いにおける砦として、ミュンスター主教ルートビヒ2世にとって、軍事的に重要であると思われた。再建された施設は1848年までは、明らかに1870年に、ヘルマン・ハルトマンが描写した軍事的色合いの強い、姿を止めていた。 1796年の時点でもこのキルヒホーフは400人の兵士を率いる一人の司令官と守備を行うために必要な銃を有し守備を固めていた。絶常の形をしたキルヒホーフの周囲は600歩、東西の最大長は228歩、東側の最大幅は110歩であった。最も高い場所は西側でアンクマー側の切り立った谷となっており、土塁の東側は オーゲルベルクに接していた。先端には、アンクム号裁判所の裁判席があり、判事はここから、号裁判区の大部分からベルゼンブリックやゲールでの教会等まで見渡すことができた。1820年頃のキルヒホーフは、ハルトマンの階層やクロッケの1788年のメモによれば、高さ12フス、幅3フス、加工岩性の支配器を有する。 環状壁が作られていた。その石造りの倉庫や三箇所の剣道な入り口は、中世の村の要塞の面影を示していた。キルヒホーフの西側には、古びた壁が現存している。二つの剣道な門が南側に、一つは西側の壁に組み込まれていた。三つの門はいずれも三階建てで、二つの翼塔を有し、鉄釘くぎを打ち付けた多く製の扉で閉ざすことができた。 キルヒホーフの南東側にある門は、ホーエプフォルテと呼ばれ、視聴者としても利用された。ミッドレーレ・リプフォルテの西側に、環状壁に組み込まれる形で、マイヤーーシュタルテンの倉庫があった。ミッドレーレ・リプフォルテの東は、ホーエプフォルテまで木組建築の様式で作られた、デュッセルのシュルテン、マイヤーツーベスターホルテの倉庫、市議会の倉庫が並んでいた。ホーエプフォルテの北側、 東の壁の内側沿いにビュンカーの倉庫があった。キルヒホーフの東半分にはビッペンの倉庫があり、その近くにボッセツーベストルプの星草倉庫があった。ハルトマンは、この最後の二つの建物について、キルヒホーフの美観を損ねるものであり、敷地の北東端へ移転させられたと述べている。空いた空間は、エッカーミューレのベーゼラーが明家によって購入され、墓所が設けられた。 その北側、北の壁の内側にベルマンの館があった。教会堂とミッドレーレプフォルテとの間に、ハルトマンの言葉によれば、古く、とても太い品の木があり、その下で村の集会が行われていた。切り出された、花崗岩で建設された教会の塔についてハルトマンは、完全にベルクフリートであると書いている。司教の荘園や、近隣の司教の村長農場中もっとも、 重要なリュッセルの村長農場を有し、豪裁判所の所在地であり、おそらく大官の所在地でもあるというアンクムの、オスナブリュッカーノルトラント最大で最重要な町への発展は、オスナブリュッカールトラン最大で最重要な町への発展は、オスナブリュッゴットフリートフォンアルンスベルクによる1335年のフィルステナウ建設とそれに伴い漁師の関心が移る、ことで転換を余儀なくされた。アイングは、アゴーの派生型である。これは、 中高ドイツ語のハイム、古高ドイツ語のヘイマ、中引くドイツ語のヘムにあたる。ハイムの地名は多くはフランク語起源である。12世紀になると集落名の表記はアンカムに変化した。皇帝夫を一世の948年7月14日の文章をこの町の最も古い記録とみなしたヘルマン・ハルトマンによる地名の起源に関する説は誤りである。ハルトマンは アンハイムとは小さくて曲がった村という意味であると解釈した。ハルトマンはこの解釈を村の地形によって裏付けようとした。すなわち村長農場の土地に圧迫されて発展が妨げられ、蛇のようにキルヒ豊富の環状壁に押し付けられていると述べている。伝承ではデュッセルとホルステンの両シュルテンの取り決めに基づき現在ある広場に アンクムの教会を設立したと伝えられている。両者は一番にワトリが鳴いた時それぞれの集落を出発し、両集落を結ぶ街道を歩いた。現在教会がある場所で両者が出会ったため、この幸運なアンクンフトにちなんだ地名をつけたというものである。1972年7月1日にアスラーゲ、ブリックベテ、ドゥルヒホルン、ホルステン、デュセル、テューティンゲン、 ベスター・ホルテガが圧併した。住民は主にローマイコールカトリック信者である。アンクムの教区はノルトルプ、欠点ンカンプ、エッカー・ミューレンのカトリック教会区組織の母体となった。エッカー・ミューレンの教会区は1718年頃からエッカー・ミュー歴史館の付属礼拝堂であったが、1869年からベーゼラーガー家が所有する。 エッカーミューレ騎士の公共礼拝堂となった。エッカーミューレには1954年から固有の教会区が設けられた。以下の表は、各年の12月31日時点での、超域における人口を示している。数値は、1987年5月25日の人口調査結果に基づくニーダーザク選手統計、及びコミュニケーション技術局の研究結果である。 1961年と1970年の数値は1972年7月1日に合併した地域の人口を含む人口調査の結果である。アンクムの視聴者この町の議会は21議席からなる。2011年からデテルトブルーマーバンがアンクムの町長を務めている。ズ柄ガラ、銀字に端から 橋まで貫く赤い斜め十字とこれに寄り添うように、廃された四つの金のリング。この紋章は1964年11月25日に認可された。アンクムの聖堂地元では、アルトラントの聖堂と呼ばれる、ローマイコールカトリックの聖ニコラウス教区教会は、集落の中心部であるフォーゲルベルクの斜面に一致している。教会塔は高さ79.30メートルで、 おそらく1100年以前に建設された教会の基礎部分に1514年に建造された。教会内には1280年頃に制作された古いアンクムの十字架が保管されている。現在の教会堂は、旧教区教会が1892年6月21日に火災にあった後、建築家ヨハネス・フランチスクス・クロンプの設計に基づき、 1896年から1900年まで4年の後期を費やしてネオロマネスク様式のバシリカとして建設され1900年に完成した。1892年の火災から1896年に新しい教会堂の建設が始まるまでの期間、文化財保護の理由から旧聖ニコラウス教会の解体は禁止され1895年になって、 町議会の決議によって禁止が解除された。1894年に立案されたクロンプの設計は大きな新しい建造物に古い、建造物を取り込むよう一貫して計画されている。このため、クロンプが建てた計画では、旧聖ニコラウス協会の倒壊の危険がある場所を除いた部分が示されている。これに対し1895年の設計では、 旧聖ニコラウス協会についての配慮はなされていない。ベルリンの彫刻家、パウル・ブランデンブルクは、聖三代、正規高段、その他の、例えば、ドアノブのような細部を制作した。アンクムの石像建築戦2 4 0年に、キルヒエンブルク以外で最初の石像建築に関する記述が見られる。アンクム教会区には15棟ほどの石像建築があったが、 このうち9棟は現存している。マイヤーーベスターホルテ小園の石像建築は、情報案内版を備えた公共の文化財であり、アンクム共同協会が管理している。アンクムは、巨石文化街道のステーションとなっている。この町の産業経済の重点は、家具製造業と養鶏業である。この他に、様々な中小企業規模の小売店、手工業企業、サービス企業がある。 農業はこの町にとって昔から現在も同様に重要であるが観光業もその重要性を増している。この町はオスナブリュッカーノルトラントの多面的な保養地として存在感を示している。アンクムは州営林書の所在地であり、オスナブリュック軍、エムスラント軍、グラーフシャフト・ベントハイム軍を管轄している。アンクム駅連邦道 b 号線が アンクムを通り、ベルゼンブリュック、ディープホルツ、ニーインブルク、フュルステナウ、リンゲンへ通じている。アンクムは、観光街道、アルトラントイコールルート沿いにあたる。アンクムは、多くの修道によって、エッフェルン、エッカーミューレン、メンスラーゲ、アルフハウゼン、ノルトルクと結ばれている。また、運道を使って、ボルトラーゲ、ベルゼンブリュック、ドゥルヒホルン、ベーベルゲン、 欠点カンプへ行くことができる。上記の路線はいずれも、ニーポルテ、ポール、ハイヤー、アベ、ヒュルスマン社の路線バスが運行しており、ノヤー・マルクト、クランケンハウス、アブス、レアル・シューレ、レアルシレ・アルシューレ、バーンホーフの停留所がある。1時間ごとに、オスナブリュック交通会社のバスが、アンクムからベルゼンブリュック駅まで往復しており、ベルゼンブリュック駅で、オスナブリュック駅、 オルデンブルク行きの列車に接続する。アンクムベルゼンブリュック鉄道のアンクムベルゼンブリュック線の旅客運行は1962年9月13日に道路との競合に敗れて廃止された。アンクムからピンゲルイコールアントン、またはシーネンツアップと呼ばれるレールバスが1日何本もアンクムからベルゼンブリュックまで運行されており、ベルゼンブリュックで オスナブルック・オルデンブルク本線に接続する。これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。